ん、いいな。で、これでここはじゃあ姉ちゃんに任せようかな。なんか姉ちゃんさ、ドラフト指名した時にめっちゃ喜んでくれてて、その様がいろんなところで切り抜かれていたのかさ、あのうちのお母さんがいよいよ切り抜きの見方を分かるようになっちゃって、姉ちゃんって子がすごくあなたのドラフトを喜んでくれてたわねって頑張って育ててあげなさいねみたいな喜ばれてて、めっちゃ私気まずかったわ、見られてて。でもそれくらい喜んでくれててめっちゃ嬉しかったです。1年目から一緒に行こうなあ、そう、なんかね、リゼさんが配信でも言ってたんだけど、その女王陛下が切り抜きで、私がめっちゃはしゃいでんのを見た、はしゃいでるみたいなことをさ言ってくれたんだよねみたいなこと言ってて、もうめっちゃめっちゃ恥ずかしかったすいません、本当にみたいな毎年この時期になるとおかしくなるんですめっちゃ恥ずかしかった汗出たもん、冷や汗かいてたし恥ずかしくない、はしゃぎすぎて認知されるもうどういうことだよ。だから、いや、めちゃめちゃありがたいことだけどさ、なんかこう微笑ましいなあいつって思われてるのがやっぱ一番ちょっとあっってなるよねいやでもめちゃめちゃ応援してるのは確かなんでね、あのちょっと苦しそうで私も胸がキュッとなったんだけど、リゼさんこれからちょっと頑張ってほしいなって思う。